アンパンマンのドキンちゃんにすごく似てる青いキャラは誰ですか？こいつはドキンの妹コキンという名前で、アンパンマンの歴史上最低最悪の教育上悪影響を与えるキャラです。理由は共演キャラクターが誰一人この青いゴキブリを教育しないからです。特徴としてはアンパンマン世界で唯一の腹黒い性格を持ち、自分は悪くないもんと真っ先に身の保身を図った責任転換をしたり、人の食料を盗み食いしておいて逆切れしたり、ドキンやバイキンマンと違い最低限のモラルすらありません。それで謝罪や咎められることもないので、個人的にはこの青いゴキブリが自慢げに舌を出したら、こことばかりその薄汚いベロを日本刀で蹴り落としたくなります。180度のお湯を用意するにはどうしたらいいですか？現在使用しているティファールでは100度までしか沸かせないのですが、作りたいお菓子の工程に180度のお湯が必要です。コンロで揚げ物を作る時のようにお水を揚げ物モードで沸かせばいいのでしょうか？教えていただけると助かります。義務教員ルーズ。義務教育ルセって何ですか？義務教育ルーズですね。義務教育を何らかの理由で受けられなかったこと、受けられなかった方々というような意味ですね。それはルースな。ゆるい義務教員ルーズ。一ナユタあったら何しますか？僕なら島買います。買えるよね。だって麻生木の上だよ。豪華社よりも上だよ。あんね、1兆円でも毎日5000億円使わないと死ぬまでになくなんないんだよ。毎日5000億円だよ。毎日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 、一週間経ってない。使い切るのもマジ地獄だぞ。ナユタとか考えたくないな。そうなんですか。ギブ教員ルーズ。私は女です。一人で行く方法を教えてください。どこに行きますか？交通手段や行き先を書いてくれないと回答のしようがわかりません。危険な地域や治安の悪い地域に一人で行く場合は気をつけてくださいね。国語の広島の歌の感想を教えてください。100文字以上でお願いします。自分でも感想を考えてみたんですが、50文字くらいにしかならなくて、ちゃんとした感想をお願いします。100文字とか楽勝すぎ。答えなんてないんだから、それを読んで自分が思ったこと、感じたこと、考えたことなどを適当に書けばいいんだよ。100文字なんてあっという間じゃないか。難しく考えるな。ほら、もうこれで100文字達成。 MBTI 診断にハマった友達がうっです。最近友達が MBTI 診断にハマりました。私も最初のうちは面白そうだと思っていたのですが、友達があまりにも MBTI の話をするのでうんざりしています。勝手に人に対して MBTI のタイプを決めつけたり、特定のタイプを見下したりする言動が目立って、正直一緒にいるのが苦痛です。最近は私の属する MBTI に対しても見下すようになり、上から目線のアドバイスをしてくるようにまでなりました。 MBTI に囚われすぎて、私自身を見てくれていないと感じるので辛いです。前は優しい子だったのに、どうしてこうなってしまったのでしょうか。彼女が MBTI 診断に飽きるまでずっとこのままなのでしょうか。これみんなどう思う？こちらは火災報知器でしょうか、それとも火災報知器型のカメラでしょうか。脱衣所にあり、とても不安です。どんな状況でかは分かりませんが心配ですね。こちらをご覧ください。ご回答ありがとうございます。私もこれではないかと思い質問をした次第です。女性用のシェアハウスに住んでいます。トイレとシャワーそれぞれ扉ありがあり、ここはその間の洗面台、着替える場所の天井です。一度シャワーを浴びている時に浴室の扉は閉めていますが、この脱衣所をオーナーが通りトイレに入ったことがあります。覗き疑惑かと。それは私だけでなく他の住人も経験しています。玄関に入ってすぐの廊下に電球型のカメラがあり、それは聞けば防犯と答えるかもしれませんが、怪しく思い質問させていただきました。やばい人だと思うので、バレずにカメラか確認する方法はありますか？バレずには難しいかな。動体検知もあるし、しかし凝視したり写真撮ってるので、もうバレたとバレるかと。火災報知器は設備として付けられて、後から壁紙とかを貼る。スパイカメラは壁紙のあるところに後から付ける。写真を拡大して見る限り後から付けたように見える。火災報知器だったら隅っこにあるのは不自然。これは黒かな。回せば外れる仕組み。バッテリー式なので充電しに頻繁に入らないといけないものです。通信式ではなくメモリ式みたいなので、それを回収されるまでは動画は向こうの手に渡らないです。ありがとうございました。質問来てた。パルワールドというゲームでどこかで見たことのあるモンスターが何体かいますが、これって法律的に大丈夫なんですか？結論、任天堂が問題視したらパクリ。そうでなければ何の問題もない。一プレイヤーにはそんなこと判断できるわけがない。ちょ、なんか田舎者？どれだけ騒いでも騒がれても何の問題もない。任天堂以外が訴訟を起こす権利はない。法律的に政府云々は唯一の権利者である任天堂が訴訟を起こして初めて司法の場で判断される。訴訟が起こされない以上、法律的にアウトはありえないし、そもそも法律で判断する必要さえない。何の問題もないということ。あ、法律出ましょう。
ネットで出会った同い年の人を好きになるっておかしいですか？知ってるのは声と顔だけです。今まで送られてきた自撮りは拾い画ではありませんでした。今度横浜駅で待ち合わせして実際に会う予定です。通話もほとんど毎日しています。行く時の注意点などあれば教えてほしいです。それと聞きたいのは、ネットで出会った人を好きになるのはおかしなことなのかということです。実際にそういうことになった方がいらっしゃいましたら、いろいろ教えてほしいです。お願いします。これみんなどう思う？私ってすごくないですか？私は超プリティ中学生です。実は私超能力者なんです。その人の顔を見れば心が読めるし、過去に何があったか全部わかります。さらにこれから起きるその人の未来までわかってしまうのです。なんで私ってこんなに天才なんだろうって思います。世界一可愛くてプリティ、頭はすごくいい、運動神経抜群、性格もとてもよく、まさに完璧で何でもできる天才美少女です。私ってすごい。こんな私が羨ましいですか？へえ、超能力者ね。毎日自分に対する悪口が聞こえてきて大変だね。自分の未来が分かったらあんたどうなるんだろうね。楽しみにしてるよ。全然羨ましくない。中二病にも程があるだろ。マジそういうやつうざいから、どうせ友達いないでしょ。なぜ特定班がいるのにバカッターや炎上するようなことをするのか。わざわざ写真や動画をネットに上げるって自分の人生を終わらせるようなものだし、そんなに承認欲求などが欲しいのか。もしくは上級国民とか、もしくは無敵になりたいから。ああいう子たちはネットリテラシーがないので、そういう人たちがいることなんて全く知らないです。知っててもバカにするだけでしょうし、詐欺と同じで自分が被害に遭うなんて思ってもないです。今だとインスタや TikTok の影響でネットのキラキラした部分しか見ておらず、自分もその気になって内輪の空気とその場の衝動的なノリで動いているのでしょうが、そういうバカは媒体が違うだけで昔から変わらないです。承認欲求が強い人はアイドルごっこに走りますし。俺のこと言ってるよねこれ。え、俺のこと言ってないこれ。付き合って6年目の年上彼女と別れたいです。うまく別れる方法はありますか？彼女は僕のことをすごく好きでいてくれてるので、別れてと言いづらいです。俺は28歳で彼女が36歳です。大学生の時は年上女性が好きだったのに、28歳とアラサーになってから年下女性が好きになってきました。だって自分より年上だとおばさんしかいないからです。この6年で彼女の顔は老けたし、同世代や年下の女の子と比べても明らかに劣ってます。若い時は年齢をそこまで気にしてなかったけど、やっぱり女って年齢って大切ですよね。できれば高校卒業したばかりのピチピチの大学生と付き合いたいです。これみんなどう思う？ウーバーイーツの配達員をしています。先ほど配達したお客様がものすごく僕のタイプでした。まさに理想の女性で一目惚れです。なんとか長くお話ししていたいと思い、ここのご飯よく買うんですか？僕も好きです。と伝えると、向こうも美味しいですよね。と好印象でした。普段は住所とか覚えませんが、あまりにもタイプだったので、どこに住んでいるか覚えています。あの周辺に引っ越そうか、それともあの家の近くのスーパーに買い出しに行けばまた偶然会えますか？あんまりやりたくないですが、朝行ってマンションから出てくるところをつけて、職場に行くとか。いやでもこれってストーカーですよね。振られたらきっぱりと諦めるつもりですから、それはストーカーではありませんか？法律違反や彼女の嫌がることはしたくありません。健全にお付き合いしたいです。どうかアドバイスよろしくお願いいたします。同業者の方からのアドバイスもどうぞよろしくお願いいたします。住所を書くときは銀河系太陽系第三惑星地球日本国東京都練馬区の方が丁寧ですか？機械が読み違えて第二惑星の方に行ってしまうかもしれませんので、郵便番号もお忘れなく。高校生です。ニキビの直し方を教えろください。アクネ菌をやっつければいいだろ、してください。普通みかんって皮ごと食べますよね。皮を剥いて食べる人なんていませんよね。みかんの皮まで食べられないでしょう。それは猿か野生動物ですよ。中の袋の皮はそのまま食べる人もいますが。すいません、猿です。ドイツ語でありがとうはシャイセ、ごめんなさいはアーシュロッホだと知人が教えてくれたんですが、実践前で不安です。これで合ってますか？発音とか難しいですか？ありがとうはダンケ、ごめんなさいはフェアツァイウングのはずですが、多分そんな言葉を口にしたらドイツでは出入り禁止を食らうでしょう。汚い言葉なんですか？俺嘘を教えられたんですね。死刑囚の最後の晩餐って何が出るのですか？ラーメンが多いですね。私の時はうどんでしたが。福神漬けにカレーかけて食べるのって普通ですよね。普通はカレーに乗せる人が多いのか、かけてる人はあまり見ませんが、どちらにせよ美味しそうですね。かけても別に普通だと思います。サミにしまった時は混ぜ混ぜしますよ。ミストに行ってスマイルを注文するといくらになるのでしょうか？真ん中に穴が開くほどじーっと顔を見られます。恥ずかしい、穴があったら入りたい。 TikTok を見ていたのですが、コナンの映画のネタバレ
れをされました。全然関係ない動画のコメ欄でです。あさって見に行く予定だったのですごく悲しいです。厄介なことにコピペしていろんな動画に出回ってるっぽいんですが、そういうことする人って何がしたいんですか？人が悔しがるのを見て喜ぶ愉快犯でしょうね。そうやって怒れば怒るほど、いやー怒った怒ったと喜ぶような頭がおかしい人なので、完全に無視して放置が推奨です。私には理解しがたいですね。そんな人たちのために我慢するのは尺ですが、あさってまで TikTok 開かないようにします。婚活で年収1000万円の男性を求めるのは何が悪いんですか？婚活中の36歳です。相手には年収1000万円前後を希望してます。年はアラフォーくらいでお願いしてます。友人の旦那さんたちがみんなそれくらいだからです。年収1000万円なんて普通ですよね。東京じゃ1000万円なんて普通とネットでよく見ます。私は年収500万円の普通体型で、顔は可愛い感じ、家事は一通りできます。悪くないです。相手があなたを選ぶ可能性がほとんどないだけで。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくね。